食べたら痩せるとか、これだけやってればいいっていうことだけは医学的にそれはありえないので、全てエビデンスがあるものだけ掲載してるんですよ。ベロベロに酔っ払ってるのに、気がつくときちっとお家になんで帰ってるんだろうとかですね。うなずいてる人多いんじゃないですか。はい、ね。もうしっかり答えてくれてますよね。そう、悪酔い対策のおつまみは、油物っていうのが意外でした。それは先生に取材をして、初めて